はい、ありがとうございます。先ほどまでは沖田さんが大学院何してて進路選択どういう風にしたのかみたいなところまでお伺いしたんですけど、はい、この動画では今何してるのかみたいなところも含めてお話をお伺いしたいなと思ってまして、もともと JICA のインターンとって、はい、そこで開発コンサルタント会社の専門家みたいな人たちでこういう働き方がしたいなっていうのを感じて開発コンサルティング会社に応募して進んでいったっていうところだと思うんですけど、はいはい、具体的に開発コンサルティング会社はどんな会社さんだったんですか？はい、開発コンサルティング業界の中ではかなり大手のところで調査ものから建設ものから、はい、まあ、いわゆる総合系の開発コンサルティング会社。なるほど。じゃあインフラもできるし、はい、その前の調査段階の市場みたいなところもできるし、はい、その後評価もできる。評価もできるし、まあ、平和構築とかもあるし、うんうん、農業系もあるし、はい、じゃあ実際そういった会社に入りました、はい、どういう系を扱ってらっしゃったんですか？入社したての時はインフラ開発に伴う環境社会配慮で入ったんですけど、うんうん、その後いろんな案件に入る中で例えば評価の案件をやったり、うん、産業開発をやったりスマートシティ系の案件をやったり業務の範囲は多岐にわたっていった。あ、そうなんですね、はい、もう少し聞いてみたいんですけど、はい、今スマートシティとか先進国に対してのアプローチっていうところもちょっとあるのかなってイメージあったんですけど、はい、そういう開発コンサルティング会社って、はい、途上国だけをフォーカスしてるわけでもないんですか？基本的には途上国ですね。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあスマートシティも途上国です。途上国、はい、あ、そうですね。どこの国だったんですか？私がやってたのはラオスとタイ。ああ、そういうことですね、はい、イメージ的にやっぱり既存インフラがすでに整っているところにもう少しスマートな技術を導入しましょうっていう流れです、はいはい、なるほど。じゃあ実際受託していくわけですよね、はいはい、そこって仲裁ベースなんですか？基本的には出張ベースです。うーん、はい、開発コンサルティング会社の人たちとめちゃくちゃ忙しいイメージもあるんですけど、はい、実際どうなんですか？1年目から出張に行く機会は多くて、うん、私も1年目の時にフィリピン、ミャンマー、タイ、南アフリカに出張に行く機会があったんですけど、はい、2、3ヶ月に1回は皆さん出張に行ってるような感じでした、はい、そうなんですね。ちなみに新卒で入るじゃないですか、はい、プロジェクトを複数受託してると思うんですけど、はい、会社として、はい、1人の新卒の人たちに何プロジェクトとか紐づくものなんですか？特定の決まりはないんですけど、うん、基本的にやっぱり皆さん1つか2つ。あ、そうなんですね。のイメージです、まあ、そこのプロジェクトの中でも、はい、アシスタントみたいな形で最初入っていく。そうですね、はい、業務調整的な役割が多いです、はいはいはい、なるほどですね、はい、じゃあ実際新卒で入られるわけじゃないですか、はい、1年目は業務調整みたいな感じなんですけど、はい、2年目とか3年目とかって何か変わっていくんですか？だんだん業務調整からもう少し自分の専門分野とか技術的なところを学べるような案件にアサインしてもらえるのが一般的だと思います。なるほどね、はい、沖田さんは環境系だったんですか？1年目は環境系で入ったんですけど、はい、環境社会配慮にあんまり魅力を感じなくなって、嘘、マジ？そうなんだ。というのもありますし、開発コンサルってビジネスモデルとして JICA なり他の観光庁が工事したものを受注してるんで、いい案件が工事されないと会社側としても案件がないんですよね、うんうん、そうすると若手に触れる案件もすごい少なくなるので、うんうん、そうすると僕環境だけやってたいんですって言ってもなかなかそれに入れないことがあって、私はもういろんな案件に入ってました。なるほど、はい、それはおっしゃる通りで、ニッチになればなるほど、はい、そこで講じてる案件も少ないし、はい、しかもそこで手を挙げる人たちもその1案件に対してみんな集まるから、はいはい、そこも倍率もあるし、あります、ね、なかなか自分がやりたいプロジェクトにアサインされるっていうのは難しいです。難しいですね、はい、確かに。とはいえ他のプロジェクトでも学べることはいっぱいありますし、はい、得られる技術とかノウハウはめちゃくちゃありますよね、はい、そうですね、はい、なるほど。実際開発コンサルで働くわけじゃないですか、はい、もうそれってジャイカザンビアで見た専門家もすごくインスパイアされたのかもしれないですけど、はいはい、実際入ってみた時とギャップありました、はい、まあ、いくつかあって、開発コンサルのビジネスモデルとしてめちゃくちゃ儲かるお仕事じゃないんですよね、まあ、そうですよね、はい、受注ありきってことですね。受注ありきだし、やっぱり公共の案件が多いので利益率もそんなに高くないので、そうした時に皆さんが何をモチベーションに働いているのかっていうと、自分のためというよりも他者のためだとか社会のためとか次世代のために働いてますっていう思考を持ってる人がかなり多くて、そういった方々と一緒に働いているっていうのはすごい良かったなと思います。なるほど。通常大学院卒業した人たちが、はい、自分の専門性を持って仕事に就けるなんて、はい、なかなかないですよね。あ、そうですね。普通に、はい、例えば農学部の大学院マスターで取ってたとして、はい、じゃあ農業に関わる仕事にみんな就くかで言ったらそういうわけじゃないですもんね。 はい、そういったところは確かにいいですし、はい、それを活用して途上国の人たちに支援するとか、はい、そういったスタンスであるっていうのは確かにいいことかもしれないですね、はい、ネガティブはあります？ネガティブなところは、うん、組織だってないところと、あとは人が日本にいないので、なるほど、ね、そこはネガティブかなと思います。そっか、属人的なんですかね。
俗人的ですね。組織に対して愛着があるというよりも、うんうん、自分が持っている手持ちの案件に対して愛着を持っている人がかなり多くて、そっか、はい、だからここの会社に対しての愛というよりはプロジェクト愛みたいな感じがあるんですね。そうですね、はい、がすごい多いイメージ確かに、はい、ずっと出張とかで行ってたら確かにそうなっちゃうかもしれないですね。そうですね、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ今後新卒でどういう人たちに対してはおすすめしますか、はいはい、1年目から途上国行けるとか、はい、海外でそういうプロジェクトを見たいっていう人にはおすすめしますかね。そうですね、はい、そういう方にはおすすめします。なるほど、ありがとうございます。ちょっと今後の奥田さんに聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、今開発コンサルティング会社とかで受注したプロジェクトのところに参画してたりもすると思うんですけど、はい、今後奥田さんとどうしていきたいなと思ってるんですか、はい、開発コンサルで働く中で ODA 事業が必要なところに届いてるか届いてないかって言われると、必ずしも届いているとは言える状況にないってことがやっぱり働いてるうちに分かってきて、うん、今後は割と公共向けのお仕事というよりももう少し民間企業に対してコンサルティングをするようなお仕事がしたいなと思っていて、うん、っていうのも僕が就活をしていた 3,4 年くらい前って、はいはい、いわゆる社会課題を解決しましょうとか、うん、っていう主なプレイヤーが例えば JICA とか、うん、まあ、国際機関とか、まあ、NGO だったりしたんですけど、だんだんここ数年で民間企業も自分たちの事業の中で社会課題を解決しましょうっていうトレンドが増えてきて、はい、そういった中でお仕事がしていきたいなと思うようになりました、うんうんうん、なるほど、はい、確かにそうですよね。 ODA 事業って言ったらあれですけど、はい、公的機関でできることと、はい、民間企業でできること、あと NGO でできること、それぞれ役割がやっぱり違うと思うんで、はい、自分の中では公共っていうよりは民間企業に対してなんかアプローチできるような、はい、でもそれは最終的には社会課題にアプローチできてるんだよっていうところに今後行きたいっていう、そうです、はい、イメージですかね、はい、なるほど。分野でいうとどんなイメージなんですか。いわゆる ESG 経営だったり、うんうんうん、まあ、サステナビリティ経営に対してアドバイスができるようなサービスがいいなと思って。確かに今そういうの増えてますもんね、はい、そうですね、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にっていうところで3つお聞きしていきたいなと思ってるんですけど、はい、アジアっていうところを見られてたり、はい、アフリカっていうところを見られてたりしてたじゃないですか、はい、でその中で日本っていうのをどういうふうに見てるのかっていうのをお聞きしてみたいなと思ってて、はい、どう見えてます、日本。いろんな国で働いて思ったのは、うん、日本ってそんなに先進国っていうわけでもなくて、うん、インフラは整ってるし安全な面があるものの、技術的な部分とか経済成長の部分、うん、とか人的資本の面から見ると必ずしも ASEAN 諸国、例えばタイとかマレーシアとかに秀でているのかって言われたらそういうわけでもなくて、いつかは追いつかれて追い越されていくような国なんだろうなと思います。そうっすよね、はい、人口とかもすごい増えてるし、はい、技術もめちゃくちゃ入ってますもんね、特にアジアとかは、はい、そういう風に比べると、まあ、今はまた追いつけてなくて、はい、数年後で追いつけてなくてとか、はい、すぐだと思います。やっぱそんぐらい違いがあったんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。今までお話を聞いてて3本の動画で、はい、公的機関だったりだとか、はい、開発コンサルとか、はい、今後としては民間企業に対してのアプローチみたいなところが思われてると思うんですけど、はい、こういう自分の考えの変化の中で、はい、沖田さんが考える国際協力って何ですかね、はい。私が学部生の時とかは、日本が途上国に対して支援をしてあげましょうとか、何か協力をしてあげましょうっていう、割と日本が上に行って途上国が下にいてっていうモデルがいわゆる国際協力だったのかなっていうイメージがあるんですけど、今実際やっぱりそうでもなくて、日本と途上国の間でこの格差がだんだん埋まってるのかなと思っていて、そこの2国間でうまく協力し合える、経済協力だったり技術協力だったりでし合えるのが国際協力なのかなと思います、うん、確かに元々はインフラとかね、格差があるからこそ大きいものを作ってアプローチするっていう流れが国際協力としてはあったと、はい、まあ、とはいえ今って協力っていう感じで技術の渡し合いであったりだとか、はいはい、そういったところも今入ってるんじゃないかな。そうですね、イメージですかね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にっていうところなんですけど、はい、沖田さんみたいにいろいろ動けてる方もあんまり多くないと思ってて、はい、でも国際協力に入ってみたいなと思ってる方にアドバイスするとしたら何ですかね、はい、国際協力って一口で言ってもやっぱり窓口はすごい大きくて、特に大学生とか大学院生からすると国際協力っていうと、例えば国際機関とか国連とか JICA とかっていう選択肢がなぜか一番上に来てしまうと思うんですよ。それはそうだと思うんですけど、実際には例えば民間企業の中でもメーカーに行っても金融に行っても商社に行ってもいろんなところで国際協力には関われるので、国際協力をやりたいって思った時にもう少し国際協力って何なのっていうところで幅を広げて考えていくのがいいなと思います。確かにそうですよね、はい、まあ、もともと僕も大学卒業した当初は国際協力って言ったら JICA か国連だろみたいなイメージずっとあったんですけど、はいはい、でも今はそんなこともないですもんね。そんなことないですね。 SDGs 部門で普通の民間企業がやったりとか、はい、CSR 部門でそういうポジションがあるとか、そういったところも全然
然今増えてるんで、増えてます、ね、そこも国際協力の枠組みとしてはあるんじゃないか、はい、そうですね、はい、そうだと思います。ありがとうございます。今日はですね、新卒から開発コンサルティング会社に勤められている沖田さんにお越しをお伺いしたんですけれども、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンと、はい、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ本日は楽しいお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。